かつての戦国時代末期を駆け抜けた天下無双の歌舞伎者前田慶次、日本史上最も絢爛たる安土桃山の時代を執筆した歌舞伎者の伝説が今幕を開ける。天下の寸法は徳川にあるは明白ならば、では皆の者よう聞け、余はこれより徳川と共に天下取りに打ってくる。恐れる者は直ちに去るがよい。天下はこの若者と共にある。待っておれ上杉、そして前田慶次。